この青少年部部会長です。拍手。こういうナタみたいな包丁でゴンゴンゴンって骨を切っていきます。これがマグロのカブトって言いますね。頭です。なぜカブトっていうか知ってますか？そうです、サムライのカブトから来てます。由来はこれがすっぽり頭に入ってカブトみたいな。次は尻尾、テールを落としていきます。このテールもですね、いつもはあまり使わないんですけど、煮付けとかにしたらとても美味しいです。ここに石膏板がどう、ゼラチンが豊富でブルブルしてる、コラーゲンたっぷり、煮付けにしたら最高です。はい、じゃあ次は玉を外していきます。玉とろっていう、かまるところですね。とても脂身があって、美味しいところです。煮付け、また焼き物とか、最高塩焼きとかですね。ここの釜も頭も尻尾も終わり次第またセリにかけますので楽しみにしてください。はい、次は腹子の方、お腹の方を外していきます。これぐらい大きくなったらですね、少し脂乗るんですよ。お腹の方とても美味しいです。お刺身に。はい、じゃあ背中から外していきますので、一刀両断でこの中の骨まで切っていきます。まあ、簡単に切ってるんですけどね、お家の包丁では絶対できませんので、絶対やらないでください。すぐポキッと折れちゃいます。下からもまた外してください。お腹の方ですね。
マグロをですね、もし競りで落とすときは、まあ、目利き人といって仲買の方が尻尾 の身の質を見てから値段を決めていくんですけど、それがちょっと悪かったら解体したとき真っ白なマグロが身が真っ白になっているそれ焼けてるんですよ。焼けてる、まあ、洗浄かその歯付、まあ、け方でだいぶ変わってくるんですけども、僕らは マグロ漁師もそれに気をつけて仕事をやってるんですけど、はい、でもどうやったらこの身焼きを防げるのか、また解明されてないんですよ。いろんな施しをしてですね、漁師さん考えて漁をしています。見たところはめちゃくちゃ綺麗ですね。このマグロはキハダマグロ、ここは大量バターになるんですけど、ホトミマルっていう船長さんが取ってきました。状態はいいですね。またあれもまたドロップ販売してきますので、マグロのドロップ販売券持っている方は楽しみにしてください。ブロック販売券1番の方から販売を開始しますので、1番持ってる方準備しててくださいね。ここのキハダマグロキロ1500円から売っていきますので、どんどん包みにしてって測ってから売っていきますので、大判ですね、1500円今の時期ですね、競りかけたらだいたいキロ1500円です。生態のままです。それをミニしたらだいたい3000円ぐらいで販売するんです。3000円か3500円の間にそれぐらいで販売するんです。1500円とても安いんです。どうもありがとうございました。